日光は冬季大会が行われた唯一の場所ですが、今回は正式競技でもあるホッケーをご紹介します。じゃあ改めてよろしくお願いします。早速競技の説明をお願いします、はい、スティックがあるんですけど、この丸みを帯びた方はバックスティックという、はい、で反則になってしまうので、こっち側は使えないので、こっち側の平らな面でしか使うことができないです。本当だ、ちょっと見えます、この丸みがあるのと平ら、本当だ。でボールも硬いくなってます。あ、いいですか。本当だ。石ぐらいちゃんと硬い。こんなに硬いボール使ってるんですね。野球の高級ぐらい硬いです。この腕だけじゃやっぱダメなので、体全身で左足にしっかり重心を乗せて打つといいと思います。左足に重心を乗せて打つ、はい、もう結構いい音しましたよね。いい音しました。ちょっと普段の練習風景って見せていただけたりしますか。はい、お願いします。あ、すごい、あ、すごい、あ、パスした。ほいで、うわ、すごい。ちょ、一回やばい、ちょ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 っと、あの、ちょっとよろしいでしょうか。はい、あのやはりですね、国体に出る選手とちょっとやっぱりやるのは非常にレベルが高くて、今ホッケーの練習をしている子どもたちがいるって聞いているので、はい、ちょっとそっち行ってみましょうか、一緒に。そうですね。じゃあちょっと一緒にジャンプしてもらっていいですか、はい、じゃあちょっとその学校にちょっと行ってみましょう、はい、行きましょう、せーの。はい、到着しました。あれ、加藤選手、ここどこですか。日光市立今市中学校です。中学校だ。じゃあ中学生と一緒に今日は体験させていただける。はい、そうですね。早速行ってみましょう。これが実力です。すごい速い。優しくね。今日は皆さん本当にあの貴重な時間を割いて、私に付き合ってくださって本当にありがとうございました、ここからまた国体の選手がまたどんどん世界に羽ばたく選手が出ていってくれることを私も心から応援しています。私は音楽で皆さん応援していきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。栃木国体が決まってからすごく自分も楽しみにしてた大会の一つであるので、そこをずっと目指してきたので、絶対に優勝したいという気持ちがとてもあります。見に来てくれる人も楽しませるようなプレーもしたいと思っているので、たくさんの人に応援に来てほしいなと思います。人生の一部であり、もうなくてはならない存在です。